来た来た来た。スパイクターンに入れなくてずっと足止めされてるの。悪タイプのジムリーダーに挑戦。悪タイプなんだ。それに対応できるの私全然いなかった気がするな。あ、なんかいるやん、ここに。私ここの生まれだから。あ、そうなんだ。あ、ぽいね、でもね、なんか。あんたも勝ち残ってるジムチャレンジ甘いってライバルとして尊敬する。でもね、私もいろいろ背負っとるけん負けれるわけにはいかんとよ。バズ。うわー強い。バール。乾燥肌だって。あー、そういうことね。な、やっちゃうやつね。ドジっ子だな、ドジっ子。いや、頑張れ頑張れ。そんなにこう混乱するか。そんなに混乱しちゃうか。まだ混乱してんの？うわー、ナイス。一気にいったね。あ、間違えた。そのまま戦っちゃった。変えようと思ったのに。やめてー、それは痛い。いやー、でもやられそう。いけるかな。お、ナイス。いやー、ちょっと残っちゃった。ナイス。いけるかわかんないけど。
いけるか。いやー、混乱しちゃったが、いけるか。ひなちゃんいけるか。ナイス、ナイス、さすがひなちゃん、わかってるね、ひなちゃん。私のパートナーなのにモルフェグが強いあんたを気にしてるのはなんとなくわかるよ。でもね、私スパイクタウンのみんなを喜ばせるんだから。おせんでもう一度あんたと戦うために絶対ジムバッチ8個集めるけん、チャンピオンカップでリベンジやっけん。じゃあ約束、私についてきてよ。はーい。ちょっとここまで来るの長かったな。とりあえずポケセン。お、なるほど。シャッター閉めとったら誰も挑戦できんのに。どうなってるのか調べんと。あんた余り物だけどこれあげるからとやるし。ネズのリーグカードだって。ここの人？ここのジムリーダー？ユーチューブの、あ、ここからスタートなんだ。え？本当に？もう行っていいの？ちょっとレポート書いておく。でもパルスはバーンが前っていうのはちょっと違うかな。前を通してくれない。見えない、考える先に進むことができない。いや、ジェムチェンジャーを取りたよ。もうエーデダンの下っ端は何回も戦ったよん。これ取っといた方がいいか、チャレつく。いけないと思った。ナイス、ナイス。おー、いた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 。なんかあったぞ今。これもう一人いる、もしや。あ、いけるか。元気の塊。なんだなんだ。お、また来た。すごい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 。アイデアに憧れてひたすら練習したバク転。
レベルがどんどん上がるわ。案外まだ全然上がるね。さあ、もうそろそろかな。エルダン登場。ジムチャレンジだからって俺らの味で荒らすなよ。お？エルダーの正体はスパイクタウンのジムトレーナーさ。こんばんは。エルダーの下っ端。ナイス。めっちゃもらえるじゃんお金。さあ、ちょっと待って来ました。スパイクタブもさびれるばかり。ジムリーダーのネズさんは大丈夫しか言わないし、エルダーに並走してジムチャレンジャーみんなの邪魔していったんですね。なるほどね。全然応援じゃないし、そりゃそうよ。アイサからチーム挑戦の手続きとか今さらしなくていいからチームリーダーになる。で、通っていいの。